素晴らしき不思議ホテルの世界。ちっさい冷蔵庫ってあるじゃないですか。あー、なんねんかなっていうっていうやつも俺もこれもね一瞬ちょっと分からへんなんねん。あー、するやつあんの知ってる？それつまめないじゃない。そう、逆につままれてるようなさ素晴らしき不思議ホテルの世界。怖って思ってんけど、んスプリンクラーがついてるんですよ。え？なんですよ。攻めたな。もう事故やからもうええか。知ったことがあるんですよ。何したしたって、いやお前がやっとんねん言わなせんやけど。ほんまどこ泊まっとんねんと。池袋朝食ブッフェが間違えてビニールの下とアルコールやって、何してんだろうなこれっていう時があってんけど、まあそれは置いといて。これ説明だけでほとんど終わってしまうんだけど、で結局ね押したいから触ってしもとるんですよ。まあ湘南在住なんですけども、たまに湘南にも泊まることがあるんですよ。朝食リンゴジュースとかさ、うん、その横に全部やんやな。騙された気分になってるけど、誰も騙してないんだけどね。まあ桜木町、東急インターコンチ、ロイパー、あの辺に泊まったりすることももちろんありますせ、うん、けども一人で泊まるときとか仕事のときは大体格安ホテルのイチャモンなんですけど、トイレットペーパーの逆に黄色い線の内側で、あんなもう黄色い線